パッシェンデールの戦いは第一次世界大戦の西部戦線における主要な戦いの一つ。1917年7月末から同年11月まで続いた。戦闘はイギリス、アンザック、カナダ、南アフリカからなる連合国軍対ドイツ軍の間で戦われた。連合国軍の目的はベルギーのウエストイコールフランデ練習州イーペル付近にあるパッシェンデールを制圧し、 ドイツ軍戦線に突破口を開き、ベルギーの海岸線まで進出、U ボートの活動拠点を占拠することにあった。これだけの突破作戦が成功すれば、戦線の要である位置に決定的な通路がうがたれることになり、フランス軍への圧迫も除去されると期待できた。戦場となった地域の大部分は、元は、商宅地であり、雨がなくともぬかるんでいた。イギリス軍による、 極めて大規模な準備砲撃は、この脆弱な地表を引き裂いてしまい、8月以降の大雨と相まって、当時発明されたばかりの戦車ですら、通行不能な底なし沼を至るところに作り出し、無数の兵士を溺死させることになった。これに対しドイツ軍は、良好に整備された残壕と、連合国軍の準備砲撃にもよく耐える相互に、連携した統治下軍によって防衛戦を遂行できた。 最終的にパッシェンデールはカナダ軍により占拠されたが連合国軍の損害は約45万人に及んだ一方ドイツ側の損害は26万人であった現在のオランダ語でパッシェンデールはパッセンデールと綴られる古いパッションデールという綴りを用いる場合は今日では特にこの戦いのことを指す本来この名称は1917年10月から11月の 間に正規した戦いだけを指すべきだが、一般にはイギリス海外派遣軍による7月31日の作戦補起以降の作戦期間全体を指すようになった。3ヶ月にわたる激戦の末、カナダ軍団が1917年11月6日にパッシェンデールを奪取して戦闘は終わった。第一次世界大戦のパッシェンデールといえば、 初期の近代的戦争が見せた極端な残虐性を象徴する言葉である。今日のパスセンデールはベルギーの地方自治体であるゾンネベー家に含まれる。イギリス軍による爆破作戦で破壊されたドイツ側陣地第一次イーペル海戦においてイーペル北方の橋をドイツ軍が奪取した結果、付近の連合国戦線はドイツ側に突出する形になり、周囲をドイツ軍に囲まれた上に、 高知のドイツ軍砲兵から見下ろされていた。連合軍最高司令官サーダグラス・ヘーグ元帥は、この都市粒から、ベルギーの海岸線まで突破して、ドイツ軍の潜水艦基地を占拠することを決断した。作戦が成功すれば、独潜水艦隊を無力化できるほかに、連合軍戦線を整理、短縮しつつ新戦線の背後に、多くのドイツ軍部隊を分断、包囲できると思われた。 攻勢開始にあたりー偶は第二軍司令官のハーバート・プルーマー将軍に対し戦略用地であるメシヌコーチの確保を命じた。1915年春以来ペルキン港に展開していた第二軍はメシヌコーチ周辺の独軍陣地に対し緻密な行動網を築いていた。1917年6月7日、ドイツ軍根拠地の地下にトンネルを掘って455トンの アンモナルを爆発させ1万人の独軍守備隊が瞬時に壊滅し、メシヌコーチは英軍の手に落ちた。これは人間が意図して行った爆破としては核兵器以外では最大規模のものである。ドイツ軍は7月にマスタードガスをイーペルで初めて実戦投入した。これは人体の皮膚や粘膜を襲い、皮膚や呼吸器に微乱や炎症を起こし、目を焼いて失明に至る場合もあり。 非常な苦痛を伴った。メッシヌコーチダッシュに続き、作戦の第二段階として、サー・ヒューバート・ゴーフ将軍率いる、第五軍に対しイペルを見下ろすゲルベルト大地を制圧するという任務が与えられた。多数の砲兵部隊が、該当戦域に集められ4日間にわたり、準備砲撃を実施したが、これにより、ドイツ軍は、連合軍の攻勢意図を察知し返って守備兵力を増強した。 連合軍が攻勢を進める上での障害の一つは、イーゼル運河だったが、これは7月27日、ドイツ軍の残壕が無人であることに連合軍が気づいて突破された。この4日後、主攻勢が開始され、ピルケム構成の大規模突撃により、約 1.8km 前進したが、このたった一つの戦闘で、連合軍は死傷者、行方不明者、 合計3万2千人という損害を出した。その後も8月を通じて、ゲルベルト大地への攻勢は続くが、ことごとく失敗に終わった。この作戦の全期間を通じ、地表状態は悪かった。絶え間のない砲撃は排水用の用水路を破壊してしまい、季節外れの大雨と相まって、付近一帯は、泥年と満水の砲弾口で追いつくされた。危険と判断された地帯には、 泥の上に通行用の板が渡されるなどしたが、当時の兵士が帯びた装備は、約 45kg にもなり、足を滑らせて、砲弾口にでも落ちればそのままで騎士する危険があった。あたりの樹木は葉も枝も吹き飛ばされて幹のみとなり、埋葬された戦死者の遺体は、雨や砲撃で掘り返されて、しばしば地表に露出した。9から10月の作戦においては、バイトホールドと呼ばれる。 新戦略が採用された。これは、あえて小規模な前進を行いその都度予想される、反撃を撃退することで、戦果を積み重ねていこうという発想に基づいていた。消耗し尽くしたヒューバート甲府将軍の第5軍には第2軍が応援に投入され、作戦指揮も第2軍司令官、ハーバート・プルマー将軍が取ることとなった。 連合国軍はこの時点で同戦域2295門の方を集めており、これはおよそ攻撃正面4.5メートルにつき1問に相当した。9月10日のメニン街道の戦いでは大規模な砲撃に続く攻撃で約1.35キロメートル前進したが、ドイツ軍による抵抗もまた激しく2万1000人の損害を出した。この頃のドイツ軍は 半永久的な陣地帯を構築しており、大変深く掘られた、大秘号とコンクリート製の統治下軍を備え、それを支援する砲兵は、両軍陣地の中間地帯を正確に位階に収めていた。続いて、都市粒南東のポリゴンの森の戦いと、ブルードサインでの戦いにおける攻撃では、連合国軍は約 1.8km 前進したのと引き換えに3万人の損害を出した。 大量の流血と引き換えに連合国軍は戦線をパッシェンデール付近まで進めていた。10月9日に実施されたポエルカッペルに対する連合国軍の攻撃は陰惨な失敗に終わり、疲れ果てと兵士たちはわずかな前進の後撃退された。パッシェンデールの空撮写真、戦闘前と戦闘後、両軍が相手の遮蔽物や移動経路をことごとく砲撃目標としたため、 村全体と道路までもが粉砕された様子がわかる。第一次パッシェンデール戦は、1917年10月12日、ポエルカペル付近で地方を拡大しようとする、連合国軍の再構成により始まった。大雨がまたしても移動を妨げ、泥のため方を前進させることはできなかった。連合国軍は撃退され、士気は低下した。十分に準備の整った独軍の防衛体制の、 前に連合軍の戦火はわずかであり損害は1万3000人に及んだ。この時点で連合軍の損害は10万人に達していたが、戦火は極めて限定的であり、戦略的突破も未達成だった。カナダの将軍サー・アーサー・ウィリアム・カリー、第2次パッシェンデール戦においてカナダ軍団を指揮した。カリーはカナダ軍部隊がドイツ軍の撃破に成功した場合、 カナダ軍の損害は1万6千人から2万人になるであろうと正確に予言した。詳細は第2次パッシェンデール戦を参照この時点でひどく消耗していたアンザック軍の代替としてカナダ軍団のニコ次第が戦線に投入されたビミーコーチと70コーチの戦いにおける勝利の結果、カナダ軍は精鋭部隊として認められ、以後戦争を通じて 最悪の戦場のいくつかに投入されることとなった。到着にあたり、カナダ部隊の総指揮官だったサー・アーサー・カリー将軍は、目標を達成する上での損害は1万6000人になるだろうとの見解を表明した。カリーは、目標の価値に対してこの数字は異常に高すぎるとの意見を持っていたが、平儀は、ここ何年かに連合軍がこうむった。 大損害を通じて損害何十万人といった程度の数字には同時なくなってしまっており構成を実行するよう命令した。カナダ軍部隊は10月半ばに戦線入りした。1917年10月26日、カナダ軍の第3師団と第4師団の計2万人が都市粒の給料地帯を前進し、第2次パッシェンデール戦が開始された。連合軍は 何百メートルかの前進と引き換えに1万2000人の損害を出した。イギリス軍二子師団の増援を受けて、10月30日に大雨の中で実施された2回目の攻撃により町は奪取された。続く5日間にわたり、ドイツ軍の砲撃と反撃に耐え、11月6日に第2波の増援部隊が到着した時点で、カナダ軍二子師団の兵員は5分の4が失われていた。 交代部隊として投入されたのは、カナダの第一師団と第二師団だった。ドイツ軍は依然戦場を取り囲んでいたため、6日に第三師団の残存兵力による限定的な攻撃が実施され、これにこうした第一師団による大きな前進により、戦域全体にわたって用地が確保された。この攻撃で第一師団が実施した中の一例は52高地に対するものだった。 52コーチはパッシェンデールが位置したのと同じ低い丘の一角を占めており、この攻撃を支援するためにカナダ大陸派遣軍の第10大隊が予備から投入された。この大隊は本来攻撃に参加する予定ではなかったが、第10大隊の指揮官は部下に、あたかも攻撃主力を担当するかのように準備させており、この判断は大隊が予備状態を解除された時点で報われた。 1917年11月10日、第10大隊は目標を軽微な損害で占拠した。同日の第2師団によるさらなる攻撃により、ドイツ軍は斜面から町の東へと追いやられ、連合軍による高地の確保は揺るぎないところとなった。行方不明者のためのタインコット記念碑とタインコット墓地、カンブレーの戦いは、戦車の集中投入によりなされた初の突破であり、 最終的勝利への自信が揺らいでいたイギリス政府を立ち直らせたが、その際戦火を拡大するための予備兵力が不足した。これは、この海戦が原因である。イギリスの政治家たちは、人的損害を完全に補充することを渋るようになっていた。補充すればするだけ犠牲にされてしまうと恐れたためである。このことが、イギリス軍をして、ドイツ軍の攻撃の前に脆弱たらしめた。 1918年3月21日、ドイツ軍による大攻勢であるミハエル作戦が始まり、4月9日にはその女攻勢であるリスの戦いが始まった。この作戦でドイツ軍は約 9.6km 前進し、連合軍がパッシェンレールで獲得した土地をほぼすべて奪回した。これは連合軍が45万人の損害と5ヶ月の 時間を費やしていた土地がわずか3日で失われたことを意味しており、多くの歴史家たちが指摘するようにイーペル都市部は、もともと大作戦を仕掛けるほど戦略的に重要な地域ではなかったことを、また証明している。これらの戦いとそれによる、イギリス平戦墓地社の記念碑として、イーペルのメニン門ン記念碑、タインコット墓地と行方不明者記念碑がある。後者は、 イギリス連邦戦争墓地委員会の墓地としては世界最大で1万2千基近い墓地からなる。パッシェンデールは第一次世界大戦における大規模戦闘の残虐さを象徴している。ドイツ軍は約27万人を失い、イギリス帝国の各軍は計約30万人を失った。この中にはニュージーランド兵約3596人、オーストラリア兵36500人、 カナダ兵1万6千人が含まれる。カナダ兵の損害は、ほとんどが10月26日から11月10日にかけての最終攻撃にて生じた。イギリス、ニュージーランド、オーストラリアで合わせて9万人の遺体は身元を特定できず、また4万2千人の遺体は最後まで発見できなかった。空撮写真の分析では1平方マイルあたりの砲弾庫は約100万個を数えた。 私は地獄で死んだ。軽い負傷をして私は後ろによろめいた。そこに砲弾が爆発し爆風が渡り板の上をなめた。そのため私は底なしの泥の中に落ち、光を失った。シーグフリード・サスーンベルダンの砲弾高地帯の恐怖でさえ凌がされた。もはや人生なんてものではなかった。名城しがたい苦しみそのものだった。この泥の世界を通って、 攻撃側は自身の体を引きずり、ゆっくりとしかし確実に密集して進んだ。進んだ場所で我らの砲火に挨拶され彼らはしばしば崩れ、砲弾口の中の孤独な男はやっと息をついた。それから密集した敵がまたやってきた。小銃と機関銃は泥で作動不良を起こした。白兵戦になり、密集した側があまりにしばしば勝った。 エイリヒルデンドルフ将軍私は立ち上がって自分が入っている穴の前方を眺めた。そこには泥と水の陰鬱な荒れ地のみ、何の文明の痕跡もなく、ただ砲弾弧だらけ、そして至るところに死体があった。イギリス兵とドイツ兵の死体が腐敗のありとあらゆる過程を晒していた。エドウィン・カンピオン防寒注意彼の傍らの作戦にずっと従軍してきた男は、 欲揚のない声で、ここから上はもっとひどいと言った。レオン・ボルフ・イン・フランダース・フィールズ・パッシェンデールはひどい、ひどい場所だった。我々は木製の渡り板の上を歩いた、地面に横たえたはしごのようなものだ。ドイツ軍はこれを狙い撃ちした。兵士が撃たれて負傷し転落しようものなら、泥の中で容易に溺れて二度と見つからなかった。とにかく渡り板から落ちたくなかった。 兵卒リチャード W ・マーサーイギリス軍はわずかな前進を果たしたが、兵具の目標は本来ドイツ軍戦線を完全に突破することだった。前進はすべてを通じて 8km 強に過ぎなかった。当時のフランス軍は、ニベル構成の大失敗の試し機が極端に乱れており、全士団の戦闘における信頼性が損なわれるほど諸部隊や兵士の孔明や軍規範が頻発していた。 この数字は全室の45万人と一致しないが、不一致理由が不明のため英語版ページのままとする。ありがとうございます。